GO! はい、はい、皆さんこんにちは、くもの大戦ここはシロピーです。はい、今日ちょっと暑いね、なんか汗かいてきた、すごい暑い。で、まあ今日紹介するものなんですが、そちらはね、スマホとナビをリンクするスマリンクっていう商品になります。でまあね、このスマホ、こういうね画面、これがナビにね映し出されるっていうね、そのままそういうね商品を紹介したいと思います。で、そのスマリンクっていうのがこちら、こうやってこの箱に入ってるんだけど、このざっとね中に入ってるものを紹介すると、こちらユニットと、あとこれ配線関係、こういう配線が入っていて、あと説明書が入っています。これをね今から取り付けるので、まあ取り付け方法だったり、あとどんな感じにねナビに映されるのかっていうのをね、皆さんに見ていただきたいと思います。そしたら早速外に GO! はい、車内にやってきました。で、今回ねスマリンクはこのナビ、このナビとねリンクをさせます。でね、この携帯の画面をここにね映し出すような状態になるんだけど、それをね今から取り付け方法と、まあ、どんな感じでね映し出されるのかっていうのをね紹介したいなと思います。はい、そしたらまず、まあ、入っていたもの、まず1つ目、こうユニット、はい、こういうやつね。で、ここにね映像とかの出力する場所があるので、ここがねこう配線ね、はい、これが付属されているので、まずちゃちゃっとつなげていっちゃいます。白、黄色、赤、うわこういうのやんだよ、はい、赤、はい、こんな感じでつながりました。それともう一つ付属されていた配線がこちら、これね、これねユニットの電源配線になります。で、まあ入るようにしか入んないから、この部分、ここの先ほど入れた配線の横にねこれ入れる口があるので、ここに向きを合わせてジャンと入れます。はい、こんな感じで、はい、それとね配線の反対側を見るとこんな感じ、これをナビにつなげる、はい、電源のね反対側はこんな感じになってます。これがね黒がアース、赤黄色が ACC とか電源系のねとこにつなげちゃって大丈夫です。そしたらねこれをつなげていくだけだから、あとはもうナビ裏をねパカッと外してこの電源をつなげればねもうリンクするっていうだけ。あ、それと言い忘れてた、このユニットの反対側、ここはね USB 入れるとこになってるので、ここはね付属されてなかったんだけど、この携帯 iPhone のこの USB をねつなげる、んでもってこの iPhone をジャンとつなげるとここに映し出されるという形になります。とりあえずねこのスマリンクつなげるのはこのね映像とかのね出力の配線と、あとユニットのこの電源配線、これだけになるので、まあ非常に簡単だと思います。じゃあね、まあちょっとサクサクと今からねこうナビ外して取り付けの方を行っていきます。はい、そしたらねこのナビ裏にねアタックするためにこのパネルを剥がしていきます。で、今回使うのはこのエーモンさんのねこちら内張り剥がし、これちょっと購入してきたので、これを使ってバコバコ外してナビ裏アタックします。じゃあもうここねちょっとちゃちゃっといっちゃうので早送りになると思います。はい、こんな感じで外れました。で、このね裏側のね入力のところに入れるんだけど、あ、ここにインアウトがすごい書いてある、分かりやすく、ビデオイン入力、これ来たやん、ここにあるですやん、これねと優しくビデオインとかねオーディオインっていうこのタグが貼られているので、こちらにねつなげてちゃうと思います。見えにくいね、まあいいや、早速いきますよ。まずね最初映像の確認をしたいから、ビデオインオーディオイン赤、白、はい、つなげました。あとはねユニットの電源を取るだけ、やばい超早いよ。はい、そして続いてこちらね電源線、これをちょっと接続していきます。まあ、通常ねこれ電源を取るときにエレクトルタップを使う人結構いるんだけど、僕はねいつもはい図星を使います。このエモさんで購入したやつ、まあ、ギボシの方がね接触不良がない。で、まあ特にねこういう配線がごちゃごちゃしてるとこだったりフラフラするところっていうのはね、やっぱ車を運転してて、まあ、振動があった時にまあその接触不良でね実際につかないっていうこともあるので、でまた内張り剥がすってなるとね大変じゃん。だからまあそういうのも考えて、まあ、確実に接触不良がないようにするためにギボシを使います。じゃあもうちゃちゃっとつなげてっちゃいやす。あー短いな。そしたらねこの配線を抜いていきます。こういうね
配線向きがあるのでこれで、はい、1個、2個、はい、こんな感じで簡単に抜けます。で、全部押す、こんな感じでね、3つ釘干し出来上がったので、これをじゃあ電源にね、ぶっ込んでいきます。 ACC の電源、ここまで来てるからラッキーですよ。で、色を間違えないようにアースにつなげる。続いて ACC、 赤キーを ACC、 もうカチッと奥、音が鳴るまでカチッと入れます。見えるかな、見えないけど、まあいいです。はい、こんな感じです。はい、そしたらね、こちら映像の入力配線と電源、ユニットの電源全部つなぎ終わったので、一回エンジンかけてみます。どんな感じなんだろう。エンジンかけました。僕の場合はオーディオとかをいじる、この画面に移行して、見えないかな。はい、分かりやすいようにちょっとアップにしたんですが、こちらね、テレビとか切り替えるボタンで VTR ってあるからね、僕のナビの場合はこの VTR をポチッと押します。ともうね、接続してあるから、このちょっと映像一回抜いてみようか。まあ、やっぱそうだね、ユニットの映像がこれで、まあ、携帯とつなげてくださいって書いてあるので、はい、この充電器をねつなげます。このね、充電器って言ってもこれ100均とかで売られてるやつはね、データ転送できないやつだから映像出力できないことがあるので、まあ、純正品をね使うのが一番いいんだけど、まあ、これをね携帯にこのように、はい、接続完了で、そうすると携帯ね、このコンピューターを信頼しますか、いいですかっていうので、まあ、こちら信頼をします。パスワード入力ボタンになるので、自分のパスワードを入力します。教えないよ。はい、入力しました。したら携帯の画面がドーン出てる。おお、すごい。これ横画面ってどうやってやるんだっけ。横画面、あ、これか。んこう、おほほほ、すごいじゃん。これでちょっと YouTube 見てみようかな。音出ねえんだ、こっち出ねえ。おお、すげえ、聞こえる。あ、出た。ほら、こんな感じ。あ、すごいね。あ、自分の YouTube これからずっと見れるわ。GO! はい、一応取り付けはこんな感じになります。まあ、YouTube 以外にもね、いけると思うんですよ。 Twitter とか、すごい。車の大好きなカカカでね、カカカアンダーバーカー CACACA アンダーバー CAR、 こういうの Twitter やってるので、皆さんよかったらフォローしてください。ちょっと宣伝しちゃった。 あとはね、このような感じで戻して終わりで、配線はね、自分で好きなところには配線してください。まあ、見えない位置とかにね隠したり、まあ、見えててもいいなら、そこら辺にペッてやったり、で、まあ、機能的にはね、ほら、こんな感じでリンクする、これがスマリンクです。はい、皆さん、お疲れ様です。最後まで見ていただきありがとうございます。はい、今回紹介したのスマリンク、ナビとスマホをリンクするっていう商品になるんですが、まあ、今回僕の場合はね、持ってるのが iPhone だったので iPhone で移した。でこれね、 Android 線をね変えればね、 Android でもナビに移すことができるので、まあ、Android の方も安心して購入できるのかなと思います。で、まあ、金額的なところで言うと、あのユニットね、あれ丸々で12,800円かな。一応ね、この概要欄に商品リンク貼っておくので、もし気になった方はね、購入してみてください。まあ、こういうね、洗車以外のやつもね、どんどん上げていこうと今思っているので、まあ、よかったらね、チャンネル登録してない人、してる人、いつもありがとうございます。はい、してない人はぜひチャンネル登録してください。それではまた来週。We'll be right back.